はい、本日の無農薬畑です。今日はトマトとモロヘイヤを収穫しました。こんな感じです。キュウリまだちょっといけそうです。何本かついてます。さつまいもつる返ししてなんかもうへにゃへにゃになってて腐ってる感じのを全部かき出しました。さつまいもはうまくいってほしいです。玉ねぎ良さそう。シソはもうそろそろ終わりな予感がします。実がついて、あ、ナス食われとる。ナスが、食えんのかこれは。まだなんだこれ、ナス 2,3 本になってますが、ナスはちょっとあんま収穫できなかったな。キュウリはたくさん。今日土寄せしたんで、もう結構ボコボコです。土寄せ、なんだかんだ言ってモロヘイヤ順調です。キャベツはね、ここのエリアのキャベツはね結構順調。モロヘイヤ大きい、あの黒くなってるのを中心に取りました。テントウムシ、さっきねブロッコリーのところにカエルいたんだけどカメラ持ってなかったから。穴ポコだらけですけど小松菜も一応育ってます。これが一番でかそう。ブロッコリー早く収穫したいです。この辺にカエルいたんだけどな、ぴょこんといた、乗ったんだよここに。見逃した。こっちのキャベツは順調なんですけど、なんです、花咲いてます。こっちのキャベツ順調、あっちのキャベツ順調なんですけど、これはもうね骨骨ロック見たくなっちゃう。骨だらけ。ちょっと玉ねぎとねキャベツ相性悪いからこうなっちゃったのかな。なんでだろう。本当だけ玉ねぎいい感じ。ネギこれ、ネギ、葉ネギ、ちょっと草むしりしないといけないなと思ってます。この葉ネギの周辺の人参、白菜、白菜、一応この白菜をこっちに植えたんですけど、移植したんですけど、どうでしょう。小松菜、小松菜じゃない野沢菜、大根、移植したのがちょっとうまくいってないんですけど、うまくいってほしいです。で大根怖くなっちゃってこの辺移植してないです。出島、まだこっちは土寄せしてないですね。今日もうね草刈りしました。草刈り一応新たに耕しました。一応ニンニク、ニンニクをね、ニンニク植えたいですね。ニンニク、この辺にニンニク、ニンニク、そう鎌でもう全部刈りました。でこっちもね雑草だけかき分けてこうやってネギと玉ねぎコーナー、
ここ落とし穴見たくなってるから気をつけないと。これがね、ちょっと、わからん。どれが金銭花なのかわかんないですけど、花は順調。で、この辺も、刈りました。綺麗に。今までで一番いいかもしれない、状態的に。まあ、こんな感じです。ということで、どんぐらいやったのかな、もう。5、6時間はやってると思いますけど、こんな感じです。